里崎チャンネル。こんにちは。なんか梅雨ですね。そうっすね、ジメジメしてますね。ジメジメしてますね。なんか佐藤さんって服装いつも変わらないじゃないですか、うん、でも最近思うのは上変わんないけど下で季節感出してくるんだなって。そう短パンっすからね短パン裸足っていう。しかもなんか海に行くようなすごい生地ですね。それタオル生地、これいいんですよ。タオル生地、はい、気持ちよさそう。着やすくて、で上はもうポロシャツ冬でもこれですか、ね、マックスそれで涼しい格好ですか。でもそれ以上涼しくならないですよね。そうっすね。そうですね、これ以上はあとサンダル履くかっすね。あ、今日スニーカーだ、はい、あ、じゃあ真夏はサンダルになってくるんですね。そうですね、サンダルになる可能性もあるっすね。はい、余談でした、はい、さ、開幕してから気になることないですか、はい、なんか気になること、はい、気になること、なんか前話しましたけど選手の声めっちゃ聞こえるなとか、わーみたいなとかもすごい入ってきますけど、今日のお題のやつです。今日のお題を返してほしいです。それも言っちゃっていいんですか。はい、開幕してから何か気になることないですか。いや、めっちゃ気になることあるんですよ。なんすか、なんすか。なんか、まあ楽天で言ったら浅村選手とかもう7号ホームラン打ってるんですけど、はい、ホームランやたら打ちますよね。やっぱ気になります。気になります。よくテレビとかでもね、はい、解説者の人とかがよく言ってるじゃないですか、はい、今年のボールが飛ぶとかね。あー、でもホームランが増えるとやっぱボールちょっと違うのかなと思っちゃいますよね。思いますよね、はい、でもね、なぜホームランが増えてるのか、はい、なぜボールが飛んでるのか、理由はじゃあ理由考えていきましょうか。じゃあホームランが増えてるちょっとずつ、それ分かるんですか。まあ、じゃあ一つの、じゃあ要因を、ホームランが増えるためには何が要因かっていうのを、はい、じゃあ一つずつ考えていきましょう。はいはい。じゃあまあ一番分かりやすいのは、じゃあボールが飛ぶようになった、はい、これはでもあれですよ、まだ確定じゃないですよ、なったのかなっていう話ですよ。はい、うん、まあ、飛びやすいボールの、そのなんてだけあるんですよね。そうそう、基準がね、準が、それがもしくはずれて上に、はい、うん、ボールが飛ぶようになってる、あ、もしかしたら今年もしかしたらね、これホームランが増えてるの、うん、で、もう一つが、はい、無観客だから、はい、空気の流れとかが変わったのかっていう。あー、観客のその密度とか圧とか、そういうので、うん、とか、ドームとかだとドームは空調があるんで、はい、そのお客さんがいないことによって、うん、その空調の流れが変わったのか、はい、もしくは野外球場でもお客さんがいないから、うん、その熱量とかによっての空気抵抗が変わったか、はい、あー、なるほど、もしかしたら変化はあるかもしれないね、はい、で、じゃあ3つ目、うん、はい、開幕が今まで3月末開幕だったんですよね、はい、この春先と今まあ梅雨じゃないですか、うん、はい、この夏で気温とかによって、あー、飛ぶ違うのかっていう。なるほど。ああ、でもそれってじゃあ毎年ね、そう季節ごと出る量が違うのかって調べてたら、まあそれも分かりそうですよね。でもこう開幕してからのことしかみんな言わないから。はい。でもこう季節が違うじゃないですか。はい。それによって気温の変化、うん、季節の違い。違い。気温の変化。うん。で飛ぶ飛ばないが、はい、ひょっとしたら変わるとか。うんうんうん。こうまあ3つ目ですね。はい。で4つ目が、うん、選手がこのトレーニングガンガンして、はい、この緊急事態宣言中も仕上がりすぎてて、うん、パワーアップして飛ぶようになったのか。あー、余分に筋トレができて、うん、うんうん、で仕上がってて、はい、じゃあまあ春先だったらね、うん、まだ春先だから途中じゃないですか、これがもうガン、はい、もういわば4ヶ月ぐらいガンガントレーニングできて飛ぶようになったのか、うん、でそれに付帯して、はい、そこしっかり練習しまくれたから、はい、中盤、まあまだ調整しきれてなくて入っていく選手も多かった中、3月末だとね、はい、しっかり調整しすぎてもう全力でいけるからホームラン数が増えてるのか、だから体力的なのか技術的なのかがアップして飛距離が伸びてるのか、うん、まあ、この期間中にっていう、うん、はい、でもう一つが、緊急事態宣言中で調整がうまくできてなくて、はい、投手の調整がうまくできなくて、うん、野手の方が仕上がり早くて、いつもだったらね投手の方が仕上がり早いんですよね、うん、でもこれが逆転しちゃって、はい、投手の方が仕上がり遅くて野手の方が仕上がり早いから、この差によってホームラン数が増えたのか、はい、あー、なるほど、投手がまだそこまで仕上がってないかもしれないっていう、大きく分けたらこれぐらい。あー、まあ確かに全部なんかあり得るかもしれないですね。あり得るでしょ、はい、これどれもね、はい、そのホームランがだってホームランが増えるようにはまあ多分これぐらいかなっていうね、はい、でもね、判明したんですよ。もう分かったんですか。はい、この中にあります？ないですね。ないんですか。この上めっちゃ調べたんですよ。
なんでホームランが増えてるのか、じゃあ大体ね、ホームラン数今年ボール飛びすぎやろとか、ホームランめっちゃ増えてるなって言ってる人は、完全に主観ですね。まあでもみんなそうですね、主観でかもしれないですね、でも、僕はそうやって思うことがないんですよ、そもそもが。でも増えたのだと、逆にね、ホームラン増えちゃダメなんていう、いやいや、もうホームランでもなんか飛ぶなみたいになって、ネガティブじゃないですか。ああ、まあまあ今年打球飛ぶなってね、ポジティブじゃなくないですか。あれ、なんかちょっとボール変わったっていうニュアンスは取れ、別に変わってもよくないですか。大げさに言ったらですよ、別にホームラン増えてもいいじゃないですか。それをなんで飛びすぎるなとか、そのネガティブ雰囲気でバッターが頑張ってることを批判するのっていうのがあんまり好きじゃないんですよ。ああ、まあまあ、世の中の多くの人たちがね、あの、ひがみとかは入ってないよねっていう、そのひがみ、ホームランが増えてることによってのみたいなね、あとあのピッチャーの切実な辛さとか入ってないよねっていう。え、どういうことですか、切実な。いや、まあ、ボールが飛んでホームランばっかりになったらピッチャーきついよみたいなね。ああ、そういうことピッチャーの気持ちを考えて、そうなのかなとか、でもそういうのを全部排除して調べたんですよ。どうやって調べるんですか。じゃあ結論から言いましょうか。あ、お願いします。ボール、全然飛ぶようになってません。え、ボール飛ぶように、あ、ボール自体は一緒です。あ、一緒なんですか。はい、全然飛ぶようになってません。あのね、あの、だいぶ前にここに、あの、あ、やりましたね。やったじゃないですか。何年か、何年のボールが飛んだとか。これあの、まだ見たことないよっていうね、最近あの新規登録者の数がちょっと増えててありがとうございます。あの、まだ見たことないよっていう人ここありますから、このホームランのねやつ見てください。もう10ヶ月ぐらい前かもしれないですね。ボールは飛ぶようになってません。へえ、ってことは、まあ、じゃあ選手の状態とか、ホームラン数、昨年と試合数で考えると、一緒です。あ、あ、そうなんですか。はい。え、でも、え、里崎さんもでも増えたなと思いませんでした。いや、別に思わなかったですけどね。思わなかったですか。はい。じゃあ私が思っただけですか。で、多くの、多くの世間が思ってるだけ。そうなんだ。うわ、なんか騙されたわ。で、調べてきたんですよ。騙された。はい。へー。2019年、開幕が3月29日、で、29、30、31の3連戦で、セパ合わせてですよ、ホームラン31本、で、2020年、19、20、21の3連戦で、ホームラン29本、もうその時点でね、その週2本負けてますよね。そうですね。で、次の週、4月に入って、2、3、4、2019年、37本、で、2020年、23、24、25、38本、まあ、ほぼ一緒ですね。そうですね。で、5、6、7、2019年、53本、おー、結構いいです。で、2020年、26、27、28、42本、あ、少ないね。はい。で、2019年、90、11、22本、で、ここは雨天中止で1試合少ないです。はい。で、2020年、31、2、だ6月30、7月1に、ここも雨天中止で1試合少ないです。37本、ここちょっとね、多いですね。で、2019年4月12、13、14、35本、で、2020年3、4、5、33本、で、1試合少ないです。で、合計、だから1、2、3、4、5、15試合、あ、15日間、15日間の合計で、2019年178本ホームラン、2020年、179本。あ、一本だ。あ、本当だ。で、まあ、試合数でいうと、あの、今年の方が1試合だけ少ないんですよ。だから月曜日に、あの、試合あるんで、まあ、そこでも、でも結局打っても3本とかなんで、ただ誤差4本じゃないですか。だからほぼ変わんないですね。そうですね。あ、これだったら特になんかね、比較しても変わらないですね。変わらないでしょ、だから最初に言ったじゃないですか、ボールが飛ぶとか、あの、パワーアップとか、無観客とかどうとか、あの、仕上がりがどうとか、一切関係ない。なぜなら一緒だから。そうですね。え、じゃあなんでこんなに飛んでるような気がするんでしょうね。それは、飛んでる試合だけ見てるからや。いや、なんかホームラン一本一
こう観客の中段のあたりに入っていったりとか。それはお客さんがいないからどこまで飛んだかが分かりやすいだけ。綺麗に分かりやすいんだ。あ、確かに。でなんかそこにポーンとか置いてあるね、タオルとかなんかがポン飛んだりして、はい、落ちたとこ分かるじゃないですか、はい、それだけですよ。あ、なるほど。結局は確かにお客さんがいるとなんかボールを取ったりわーってやってどこに入ったか分かんないじゃないですか。あとなんかユニフォームの白と被っちゃって、はい、どこまで飛んだかとか分かんないじゃないですか、はい。今だから中継とかでも綺麗に、あ、なんか中段まで行きましたねとか、ボールを綺麗に追いかけられますもんね、はあ、あ、なんかすごいやたらみんな大きいの打つな。だからホームランが、うん、あのいっぱい出てる理由、はい、判明しました、はい、思い込み。うわー、騙されたわ。騙されたわ、これなんかすごい影響があるのかと思いました。思ったでしょ、はい、実はね、はい、一緒です。なんか調べるって言ったんで、じゃあなんか今気圧の勉強とかしてきたのかなみたいな、めちゃくちゃ頑張るじゃんとかすごい思ったんですけど。だから思い込みなんです。だからすぐホームラン打ったらホームランなんか飛ぶボールになったとかいう人いっぱいいるんですけど、はい、まあ大げさに言ったら飛んでもいいやんと思うんですよ。まあね、変わってくるのは。だから僕も、もしね、はい、球場広くて飛ぶボールと、はい、球場狭くて飛ばないボールだったら、僕はもう球場狭くて飛ばないボールの方がいいんですよ。はい、何ですか。え、どうせとちゃんと当たったら飛ぶから。ああ、それだと狭い方が入るじゃん。はい、そうですね。確かに、まあ、技術によって飛ばすことだってできるわけですよね。そう、うん、だからもうね、あのもう飛ぶ飛ばないとかの議論は、はい、もう正直、うん、ナンセンス。飛んだっていいやんっていう、もっと言ったらですよ、うん、今なんて統一球だから、はい、平等なわけです、うん、全チーム。昔はね、メーカー違って球団によって飛ぶ飛ばないとかね、戦略によっても使い分けてたんですけども、うん、だからまあサッカーのボールとかと一緒ですよね、はい、メーカーによってちょっとなんか違うみたいな、うん、でも今は統一球で1個のボールだから飛ぶのは全部で一緒、はい、ね、ってなったら全球団飛ぶんだから平等じゃないですか、うん、はい、と別に飛んでもいいじゃんね。でもまあ今飛ぶボールじゃないけどね、はい、一緒だけど飛ぶ飛ばない議論するんだったら飛んでもいいじゃんっていう。そう、うん、別に飛んじゃなんか悪いんかっていうね。まあファンとしてはホームランって見るのやっぱ楽しいんで面白いじゃないですか。まあ本当に飛ぶボールになったら、まあ、ピッチャーはちょっとかわいそうですけど。でもその飛ぶボールの時にホームラン数が少ないピッチャーって逆にすごくないですか。すごいってなりますね。ね、さすがやーってなりますね、うんうん、だからまあ別に飛ぼうが飛ばないがいいやんっていう、はい、そこの議論、はい、しかもね、はい、一緒っす。結論はあのただただあのいつもと一緒だったっていう、うん、だから思い込みか、はい、被害妄想、はい、だけです。ただの全部で15日間のホームラン数を昨年と比べてみましたけど、うん、はい、誤差なし。はい、終わりです。